皆さんこんにちは。西田裕二さんと古賀紗理那さんという現役エース同士が結婚を発表して世間を驚かせたことは記憶に新しいところです。実は以前からインスタグラムでは裏垢でもつながっていたなど匂わせもかなりあったと言われています。いつから付き合っていたの、馴れ初めは、など気になることはたくさんあるでしょう。今回は西田裕二さんと古賀紗理那さんの馴れ初めや結婚にまつわる裏話を取り上げたいと思います。西田裕二さんと古賀紗理那さんの馴れ初めは2019年のバレーボールのイベントでの共演です。同じバレーボールの日本代表選手なので顔を合わせる機会も多く、自然と交流が深まっていったのでしょう。バレーボール界は選手同士の大型結婚が多いと言われていて、過去にも様々な人たちが結婚しました。昔からバレーボール界は選手同士、男女間で密接なコミュニティができているようです。友人のバレーボール選手から紹介されて交際というパターンがとても多いのだと思います。では西田裕二さんと古賀紗理那さんは一体いつから交際していたのでしょうか。交際期間について見ていきましょう。結論から言うと2020年1月には交際がスタートしていたと思われます。ファンの間で西田裕二さんと古賀紗理那さんの仲が本格的に怪しまれ始めたのは2021年の夏頃からで、その頃から噂が立ち始めました。ちなみに西田裕二さんと古賀紗理那さんが日本代表入りした期間には少々差があるので、2018年以降のイベントで顔見知りになったことは確実でしょう。2020年2月頃、古賀紗理那さんのインスタストーリーに次のような投稿がありました。鶴ちゃん、またゴリラ見に行こうね。ゴリラとは西田裕二さんのことと思われます。なぜなら西田裕二さんは自身のことをゴリラと言ったことから通称になっています。つまりこの頃から友達と西田裕二さんの試合をよく見に行っていたことがわかります。また2020年11月に西田裕二さんの試合を見に行った古賀紗理那さんが煽ったということも噂になっていました。その投稿に対して周囲を気にしていない様子から、西田裕二さんと古賀紗理那さんの仲は公認だったのかもしれません。西田裕二さんの好きな女性のタイプはバレーボールという特殊な職業に理解のある人、年上、高身長、ショートヘア、可愛系の顔と述べています。そのまま古賀紗理那さんに当てはまっています。面白いくらい全部当てはまっているのも運命を感じます。古賀紗理那さんは西田裕二さんにとって結婚相手にはもってこいのドンピシャな女性だったということになります。それからというもの、古賀紗理那さんと西田裕二さんはお互いに交際を隠そうともせず、インスタグラムで匂わせを超越したイチャイチャぶりでした。西田裕二さんと古賀紗理那さんの匂わせは主にインスタグラムにありました。西田裕二さんと古賀紗理那さんの匂わせその1は、西田裕二さんと古賀紗理那さんはインスタグラムの裏垢で相互フォローしていました。公式アカウントでも相互フォローをしていますが、友達限定の裏アカウントでもつながっていたことが判明していました。かなり親密な関係だったことは本当だったようです。西田裕二さんと古賀紗理那さんの匂わせその2は、佐藤美也さんから西田裕二さんと古賀紗理那さんへの返信が意味ありげなものでした。元日本代表バレーボール選手の佐藤美也さんは、現役日本代表の藤井直信さんと2021年9月26日に結婚発表しています。インスタグラムで結婚発表した投稿に、西田裕二さんと古賀紗理那さんはおめでとうございますとコメントしました。その時の佐藤美也さんが返信したコメントが意味ありげな内容だったのです。西田裕二さんと古賀紗理那さん両方に、待ってるね、待ってるよーんと、まるで結婚式やハネムーンを連想させる車とロケットの絵文字をつけてコメントしました。佐藤美也さんは西田裕二さんと古賀紗理那さんの交際を知っていたことは確実でしょう。西田裕二さんと古賀紗理那さんの匂わせその3は、お互いの投稿にたくさんいいねをしていたことです。日本バレーボール協会の古賀紗理那さんの投稿だけ西田裕二さんがいいねしていたこともファンからキャッチされていました。西田裕二さんにとって当時から古賀紗理那さんは特別な存在だったことがわかります。さて2023年6月から始まるネーションズリーグ、そしてパリ五輪の予選を兼ねた世界選手権で活躍が期待されるバレーボール男子日本代表の西田裕二さん、
昨年12月に女子代表のキャプテン古賀紗理那さんとの結婚を発表するなど、公私ともに順風満帆の印象を受けますが、シーズンを振り返るときに真っ先に口にしたのは、原因不明の病に悩まされた時間です。振り返って、一番浮かんでくるのは病気のことです。今シーズンはほぼ全部、そこからのスタートだったし、今も続いているんで、と述べています。世間を賑わせた明るい話題とは裏腹に、昨年9月の世界選手権を終えてから西田有志さんは原因不明の体調不良に悩まされていました。昨年10月に開幕した V リーグで2年ぶりに J テクトスティングスに復帰しました。3戦目までは出場するも、10月30日から11月20日まで7試合を欠場し、ベンチも外れました。今季の J テクトは西田有志さんの復帰だけでなく、柳田正弘さん、関田正弘さんといった日本を代表する選手たちを獲得しています。大型補強は話題を集め、開幕前は優勝候補の大本命と挙げられていましたが、西田有志さんを欠いた7試合は2勝5敗と黒星が先行していました。満身創痍の中で出場した天皇杯決勝、優勝を決めた後、メディアの前で初めて原因不明の症状に悩まされていることを明かしたのです。怪我か新型コロナウイルスの感染か、さまざまな憶測が飛び交う中、自身の置かれた状況を自らの口で初めて明かしたのは昨年12月18日のことでした。本格復帰を果たし、2年ぶりに頂点へ立った天皇杯決勝後に行われた記者会見で、西田さんが突如切り出したのです。3週間休ませてもらって血液検査をしました。まだ原因はわからないのですが、症状を見ると難病扱いになるものばかり、正直不安しかない状態でした、と語ります。自らの言葉で明かした高熱が続き、血液検査を繰り返すも、未だ原因が解明されていないこと、4度目の検査時には炎症反応が高く、一時は入院をも余儀なくされる事態であったという真実、あれから4ヶ月西田有志さんの口から改めて聞く当時の病状は想像以上に深刻でした。最初の異変は高熱だったそうです。普段は36度台の平熱が37度後半から38度へ、しかもその状態が数日続き、当初は新型コロナウイルスの感染を疑ったそうですが、抗原検査と PCR 検査を繰り返しても陰性、コロナじゃなかったと安堵するも、熱は下がらず症状は悪化するばかりでした。倦怠感から始まり、夜中に悪寒で目覚め、30分以上熱いシャワーを浴びなければ寝られない状態が続いたそうです。ゲーム中に体育館の LED ライトを見ただけで視界がぼやけ、ホテルに戻ると両目が充血していました。明らかにおかしいのは分かっていたので、ドクターに症状を説明したら、血液検査をした方がいいと言われて、数字を見たら何十項目とあるうち17、18ぐらいの項目が正常値じゃなかったんです。しかも誤差レベルとかじゃない、正常が 0.08 なのに僕は10とかはるかに高い、とにかく今は安静に、と言われたんですけど、わからないことが怖くて、自分で調べると白血病とかがんとかリウマチとか、余計に怖くなりました、と当時を振り返ります。血液検査に加えて尿検査や腫瘍マーカー、 DNA 検査など、疑われる病気につながるものは全て実施しました。それでも結果が分からず、高熱も続きます。就寝中の発汗量も尋常ではなく、シーツどころかその都度マットレスも変えなければならないほどだったそうです。心配の声も寄せられたそうですが、結果が伴わなければ当然厳しい声も耳にします。プロ選手として結果を出すのが当たり前であると重々理解しているにもかかわらず、プレーすることもできない現実が続いたのです。追い込まれたり追い詰められたりと、先が見えない日々が続きました。心配するのが分かっているから親にも言えなかったという状況をかろうじて乗り越えられたのは、さらけ出せる存在がいたからだと言います。しかしプロポーズはしたけれど、もしも命に関わるような大きな病気だったら、その瞬間に連絡を取るのもやめる、結婚も付き合うこと自体もやめようって話したこともありました、と当時の状況を語ってくれました。ただ受け入れがたい恐怖や不安も、古賀紗理那さんがいたから乗り切れたと何度もそう繰り返していました。いかがだったでしょうか。
今回は西田裕二さんと古賀紗理那さんの馴れ初めや結婚にまつわる噂について迫ってきました。昔からかなり熱々な関係で、交際はほぼ公認だったようです。これからも仲睦まじい夫婦でいてほしいものです。西田裕二さんの原因不明の病気については現在小康状態なのだそうです。検査で異常な数値が出ていたのも収まっており、現在は通常のプレーを行うことができています。不安な中の日々だとは思いますが、支えてくれるパートナーがいるということが何よりも一番の心の支えになっているようです。今後パリオリンピックに向けての予選も始まります。西田裕二さんの活躍から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。We'll be right back.